エ橋真シマミは、元山形放送アナウンサー。現在は、フリーアナウンサーで、太平洋放送協会所属である。国際役全市の資格を持つ。東京都世田谷区出身。国学院久我山高校、玉川大学卒業。1992年、山形放送に入社。テレビでは、YBC ニュースプラス1、山形サンデー5などを担当。 ラジオ番組、ミュージックブランチでは、キューティーマミーの名で活躍。アニメソング、B 級、アイドルソングなどを取り上げる、アニマに大更新を企画制作。ある時は、リクエストにお答えする DJ マミ、またある時は、イベント会場に現れる MC マミ、そしてまたある時は、超真面目なニュースキャスターマミ。果たしてその実態は、茶から、んと聞かないと、お仕置きよ。 の掛け声と共に始まるアニマニ大行進は山形県民を驚かせた。また山形放送の新人時代、同局アナウンサー角田和弘とのコンビで放送されたラジオ番組コールハイスクールスタジアムは山形のラジオ番組という枠をいろいろと超越した伝説のラジオ番組である。東京ヤクルトスワローズの大ファン、ミュージックブランチ内で球団応援コーナーを放送していた。 また、駅伝大会の実況や、スピードスケート選手の加藤ジョージとのトークショーコーディネーターなど、スポーツの分野にも取り組んでいた。番組の企画で、当時、週刊少年ジャンプに連載されていた、山形県出身の漫画家シンガ、銀の鬼が来たり手にキャラクターとして登場した。2001年には、指輪をヒットさせた男性ユニットネイビーアイボリーを発掘した。 2004年に退社し、現在は世の光などを担当している。子供の頃は芸能界に憧れを持っていたようで、中学時代映画の出演歴があることを番組内で明かした。2008年10月より東京アナウンスセミナー講師を務めている。ありがとうございます。